清水の地での演舞は初めてとなります。今回は三島市の郷土民謡の農兵節を断水色に染め、春夏秋冬の三島をお届けします。また私たちうさぎ屋はチームを結成し、今年で15周年を迎えることができました。これからもたくさんの方々にうさぎ屋のよさこいをお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。三島市から来ましたうさぎ屋本舗です。第5回よさこい茶の声祭り開催おめでとうございます。私たち三島からの参加のチームです。清水の皆様にもうさぎ屋本舗というチームを知っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それではみんな行くよ。準備はいいかい？はい、それでは参ります。構え、富士の白雪の上、富士の白雪の上、富士のさいさい白雪、朝日に溶け。
ありがとうございました。今日一日よろしくお願いします。うさぎ本舗でした。ありがとうございます。うさぎ本舗の皆さん、ありがとうございました。